ジャップ。英語ジャップ。ね。いや、わざとらしくはね、いただいてるの。こうもうリクライムすごいんだ。もうここまでできちゃうから、ね、おやすみなさい。おやすみなさいができちゃうから。まあ、いろいろ、19年間だったらさ、はい、いろんな選手と対戦し、はい、いい思い出も悪い思い出も残ってると思うんだけど、まずキャッチャーとしてやっぱ対戦したら嫌だなと思ったバッター3人3人、はい、1人目がタイロン・ウッズですね。おお、はい、そうだ、ピンポン玉みたいに飛んでくるのが間違いだろな。だって横浜スタジアムのセンターバックスクリーンっていうか場外出したでしょ。はい、あれもうあれでどれだけ僕怒られたか。ああ、そう。もうなんで、なんで打たれまくるんで。でも基本どういう攻め方したの、タイロンって。いや、もう近め振らして見せて、でも落とすかぐらいしかないですか。はい、それも間違えるのか。それを大体こうなんですかね、投げミスだったり、うん、まあ不利なカウントでも行くよっていうのは言ってるんですけど、やっぱりピッチャーの心理からしたら不利な時にこう投げさせてしまって、うん、ガーンって甘くなったやつ行かれたりとかっていうの多いんで、当てたら怖いしな。そうですね。あの体で追っかけられたらな。そうですね。人たまりもないしな。多分チンプレー、コープレーとかでも出てたんですけど、僕がキャッチャーだったんですけど、真鍋球審と、こんぐらいもキスするぐらい近くて、そういう乱闘を間近で見てて、これは怖いなと思いながら、したらもう、その時はもう、私、暴言吐け、退場しろ、退場しろって思ってました。ああ、そうやったな。それはいなくなったら大きいもんな。ですね。タイロン・ウッズ。はい。そうですね。それは横浜時代。中日時代ですね。でも名古屋に行ったらちょっとホッとするところあったでしょ、広いから。いやー、けどもう振り遅れてカーンってライトに、ライナーとか東京ドームでも振り遅れてライトの上段ぐらいまで行っちゃいますし、まあ嫌でしたね。じゃあ2位は、さっき名前があったの金城さんね。金城嫌だ。結構嫌でしたね。でもホームランバッターではないんじゃない？ではないんですけど、ちょっと動物的っていうか、そう、はい、反応で打ってくるようなバッターなんで、あんまり配球とか考えてなさそうだなと思うじゃないですか、動物的なんで。考えてない。いや、だそういうバッターはちょっと難しかったですね。だから読めなかったっていうことか。そうですね。何待ってんだろうとか、これ待ってんなとかっていうのはやっぱ見抜けなかったですね。いや、俺近所と一緒にやったことあるけどさ、はい、近所が調子悪いんですよって言うんだよ、ね、いやいや、お前反応で打つタイプだから、ね、もう調子関係ないからって、だからあんまりそんな考えんなとか言って。そうですね。だからまあね、ど真ん中見逃したり、とんでもないとこヒット打たれたりとかするじゃないですか、うん、そうするとやっぱこ、ね、バッテリーは何待ってたんだろうなみたいになるじゃないですか。だからこれ読まれてたのかなとかな。そうですね、困ってましたね。で、とんでもないとこ打つで。そうですね、ものすごいいいところをクリーンヒットした。金城さんも首位打者取った時ですよね。そうもうあの時ちょっとお手上げだなと思って、分かんないなと思って、とりあえずなんか足払いとかが嫌がるんで。ああ、足元ね。はい、足元を崩されるとやっぱ嫌がるっていうのは知ってたんで、バンバン行かしてましたけど。それでもでしょ。それでも、はい、いやー、近所面白いのがさ、はい、俺がこう外野で、はい、内野に入ってきてノック受けてたんだよ、はい、でちょっと振ってたんだよね。そしたらちょっと取り方おかしいから近所呼んで、お前どっか痛めたろって言ったら、正直に言って、あいつ言わないからさ、はい、そしたら前の方もちょっと大きな違和感があります。いや、小さな違和感だったらいいけど、大きな違和感、それお前肉離れだろっていうさ、もうそういうやつなんだよ。大きな違和感で、今度言って。大きな違和感です。金城さん大きな違和感ないですか、言ってやつもね。来年お会いしたら金城ね。はい、はい、じゃあ一番嫌だった。一番今岡さんかな。ああ、
やっぱり首位打者みんな取ってるよね。そうですね、130何打点入った時もうその時もお手上げですね。ああそう、変化球うまかったよね。うまいですね、拾うのはうまい、うまいよね。キャッチャーだったらこう多分ワン、まあ、ある意味見失うんですよね、うん、こうワンバウンドしそうだからこう反応してこういくじゃないですか、うん、その時にバットがポンって出てくるんで、あどう飛んだか分かんないみたいな、その瞬間はでもヒット打たれてるとかっていうのが結構あったんで嫌でしたね。でも意外とそのタイロン打つからの流れからするとホームランバッターが嫌だったのかなと思うと、やっぱ首位打者系が嫌なんだよね。そうですね、やっぱホームラン、まあ、ヒットの方がやっぱ確率高いじゃないですか、うん、ホームランよりは。なので、まあ、ホームランはある意味こうすぐ切り替えられるところがあるんですけど、ね、ヒットだとやっぱり次の打席も考えちゃいますしね。そのさ、リードの基本ってさ、やっぱアウトローだった。これね、野村さんとマー君が対談してるんだよね、はい、片やニューヨークで喋ってて、同じ質問を野村さんにしたときに野村さんはもう堅くなに困ったらアウトローだと、でマー君はアウトローは分かると、それじゃメジャーでは通用しないと、アウトローだけでは。その考えっていうのはどう、まあ、どちらも正しい、正しいと思います。まあ、アウトローっつって、うん、アウトロー投げ切れるピッチャーっていないんで、まあなかなかね、はい、でアウトローってボールって言われてるしまうかもしれないんですよ。バチッとアウトローって低めじゃないですか、うん、だからそこはちょっと難しいとこあって、けど僕は配球の基本はインサイドどれだけ投げれるかと思います。なるほど、ね、はい、見せたりだとか そこでストライク、そこを出し入れできるかっていう、なるほど、ね、そこだと思います。でもインサイドでもインサイドは高めでしょ。いや、そうとも限らない、そうとも限らないですね。やっぱりインハイをうまく打たれる時もありますし、うん、だからそこの出し入れですよね、うん、やっぱりそれできるピッチャーやっぱ生きてますよね、はい、じゃあ3位から言うとタイロン2、はい、金城、今岡、そうですね、ちょっと意外な選手だ、ね、そうですか。タイロン・ウッズはなんか破壊力という意味では分かるんだけど、そうそう、いや、首位打者系を2人選ぶっていうのはやっぱキャッチャーならではだなっていう。そうですね、うんうん、そういう人の方が考えちゃいますもんね、バッテリーとして、はい、じゃあ逆に対戦してあーすごいピッチャーだなっていうのは3人3人、3位がもう1位、あ、1位が1位もうウィリアムズです。ウィリアムジェフ阪神、あー、いたねもう、あー、そう、前、とぼきしなかったですね、やっぱ。あ、まあ、変則だしね。そうですね、あ、もう出ていたらもうお手上げと、はい、もう代打出してくださいと思ってましたもんね。あー、そう。でも対策は練ったでしょ。対策練ったんですけど、それもはまらないってないと思いますね。あー、そう、はい、じゃあ2位は、2位、あの中日の小林くんですよ。中日のちょっと変則のこう左のこういうくるってましたね。ああ、いるね。ボール自体はそんな速かったりしなかったんですけど、うん、軌道が全くこう入ってこない、読めないっていうか、こういう感じ来るなとかっていうのは、だから多分アベキラーって言って出てきてたんですよ、バンバン。あ、もうなんかテイクバックもどこでトップなのかっていうのは分からないよ、うん、ああ、そうだね、ああ、そういうがあれでしたね。なるほどね、はい。で、3位は、3位、最近やりましたね。最近高橋礼君、ソフトバンク。おお、全然合わなかったね。全然合わなかったです。え、なんでって自分も思ってました。なんでだろうみたいな。例えば、速い、いや、あのまっすぐがめちゃくちゃ速く見えるんですよ。あ、まあ、アンダースルーって大体そういう特徴があるよね。球速自体140ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ速く見えんなみたいな、うん、で、あの変化球はなんで当たんないんだろうっていう、うん、チェンジアップみたいなのあったんですけど、でもアンダースロー自体嫌いだっていうわけじゃないでしょ。嫌いじゃないんですけど、うん、で、あとやっぱセットのこう持ち方とかがうまかったですね、やっぱり、うん、
テンポもいいしね。そうですね。うん、だそう。そうですね。じゃあ今の3人さ、特徴があるのは、みんな変則だっていうことだよね。そうですね。変則のピッチャーに弱かった。変則のピッチャー弱いですね。変則のピッチャー当てときはあんなに打たれることはなかったね、2012年に。だあの、あとアメリカンスタイルのピッチャーですか。が嫌なんです。嫌ですね。あのこう、サイン見て、パッパッてくる。あの今だったらカーブのクリとか、昔、まあ、アメリカスタイル、まあ、グライシンガーとか、こうやってやってもパッってくるじゃないですか。日本のピッチャーってパッってやったら間があるんですよ。その時にバッターもよーしって準備できるんですけど、ってくるからおーみたいな立ち遅れしちゃうんですよ、ね、ちょっと刺される感じですよね、はい、それは僕苦手でしたね。でクリも全然打てないと思います。ああそう、はい、そういや意外にやっぱこうエース級が出てくるかなと思ったら、いややっぱちょっと違ったね。そうですね、面白いね。変則ですね。やっぱ逆にエース級は打たなきゃいけないという使命があったし、その苦手っていう意識が自分の中でな持っちゃいけないっていうふうに思った。多分それもあったかもしれないですね。これは打たなくてもあの打てなくても仕方ないとか、ね、打席数が少ないだろみたいな。そうですね、打ってもその試合1打席だろみたいな、はい、そういうそんな感じだった。そんな感じでした、ね、そうだね、はい、やっぱそこがプライドだね、巨人の4番としては。そうですね、うん、まあいいピッチャーでも1球ぐらいしっとあんだろうと思ってますからね。なるほどね、はい、はい、